日本東京都練馬区、羽沢釈寺川の桜、羽目木付近羽沢は東京都練馬区の町名。現行行政地名は、羽沢1丁目から羽沢3丁目。郵便番号は176-0003。旧名は羽沢。羽沢の航空写真。1979年11月14日、撮影。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成はざは3丁目の農地。東京都練馬区の東端部に位置し、町域の東辺の一部をもって、練馬区板橋区境を形成する。北部を石寺川を挟んで、日川台と南部を境町、東部を小竹町、板橋区、小萌西部を桜台と接する。南から順に1から3丁目がある。 南北約 1.6km、東西約0.2から 0.4km と南北に長い形で、また一丁目と二丁目の間が東京都道318号環状7号線で分断されているため、ハザワ地域としての一体感は薄い。一丁目は江戸田駅側の地域、三丁目は氷川台側の地域として捉えられることが多いようである。ハザワはじめ、2丁目は、 大半が、用途地域の中で最も厳しい規制である、第一種低層住居専用地域であるため、戸建て住宅やアパートが主体の完成な住宅地となっており、店舗等はほとんどない。羽沢わ三丁目は、主に第一種中高層住居専用地域と、純工業地域であり、中規模のマンションと小規模の工場とが並ぶ。2.3丁目の一部には、 農地が残っており、キャベツなどの野菜を生産している。かつては、大地部分を、畑、石神井川と、下練馬村分水の流れる低地を水田とする、農村であったが、学校の創設、武蔵野音楽学校や武蔵野鉄道援護大駅の開業により、昭和初期に、援護大駅に近いはざ一丁目から、住宅地へと移行した。石神井川東京都小平市から、西東京市、 練馬区板橋区北区を経て隅田川に合流する一級河川、羽沢の北縁を形成している。城北中央公園部分では、かつての石寺川と川沿いの風景を忍ばせる大規模公園をテーマに、浸水性を高めた整備計画がある。川沿いの道には、1934年、皇太子、秋人親王の誕生を祝って、 地元の人たちにより植樹された桜の木が並ぶ。氷川大駅近くの正久保橋下元に植樹の経緯を刻んだ記念碑がある。下練馬村分水は沢と桜台の境界となっている路地は両側が傾斜地で谷底になっている。これはかつての水路の跡であり、は沢の地名の由来とも考えられている。有水池がはざわ丁目にあり、 そこからの水と千川浄水から引いた水とを合わせて、下練馬村分水としていた。下練馬村分水は、桜台陸橋付近を分水口とし、桜台と羽沢の境界に、ほぼそう形できたに向かって流れ、羽沢三丁目の羽沢橋付近で石神井側に、注いでいた。水路は1960年代中頃まで残っていたが、現在は、暗居となっている。また、 羽沢は二丁目にあった、湧水池も、水難事故防止のために新桜台駅の開業に合わせて覆われた。面積、人口と、世帯数、事業所数、工場数、及び農地面積は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鶴がたくさん飛んできて羽を落としていったのが、地名の起こりだという伝承がある。 ハニサワからハネサワへの転化とする説もある。ハニとはハニワを作る、食土、粘土のことであり、ハニサワは粘土質の沢の意である。釈地側から南へ深く入り込む谷合は、食土の豊富な谷、沢であっただろうと練馬の郷土史研究家は考察している。旧武蔵国豊島軍原練馬村あざハネサワ。1889年の市町村の際に、 羽沢は、羽沢前、南羽沢、北、羽沢、羽は木の四つの小技に分かれた。1929年下練馬村は調整及び改正を施行し、練馬町となる。1932年合併及び東京市編入により、板橋区成立。羽沢地区は、板橋区練馬南町一丁目となり、羽沢の地名は消える。百四十七年板橋区から、 分離独立し、練馬区が誕生。これに伴い、町名にある練馬の干渉を取り除き、練馬区南町一丁目となる。1962年3月1日名一番整理により、羽沢として、再び一名が復活するが、読みは、わざわに変更となった。この際、本来は、旧来のあざなに合わせて一丁目から四丁目とする、予定だったが、一丁目となる、はずの旧。 羽沢前が栄城として独立したため、残りの部分で一丁目から三丁目を形成した。1987年に、現行の住居表示を実施。かつてのあざなである羽沢と、羽は、石神井側に架か,かる羽、沢橋、羽木橋として、橋に名を残している。羽沢の町域内ではないが、以下の駅でも、羽沢への出口案内が表示されており、利用者も、 多いようである。新桜田駅出口3.4そばに羽沢バス停があり、以下のバスを利用できる。新桜田駅出口3、城北中央公園ミモザ広場、クローバー広場。ありがとうございます。